こんにちは、サイです。コーヒートーク3日目の営業を始めていこうと思います。前回ね、面白かったな。なんか種族がやっぱいろいろ出てくるから、さすがにねワクワクしてきた。今日の新聞ね、メンバー脱退を乗り越え、スーパースマイルズの最新アルバムがミリオン突破。スーパースマイルズ、一部の私立校でビデオログが教育課程の一部に。はいはい。で、大見出しが、多く労働組合が職場での種族的差別の廃止を要求。なるほどね。じゃあ今日もお店を開けていきましょう。はい。あ、いらっしゃいませ。何種族？チャス。蜂蜜ミルクを一杯くれ。はい。あ、はい、今すぐに。蜂蜜ミルク、ちょっと待ってくださいね。と、ミルク、え、まずミルク、蜂蜜、ちょっと待ってよ。ミルク、ミルク、蜂蜜でいいかな。はい、提供すると。お待ちどうさま。蜂蜜ミルクです、どうぞ。あ、ちょっとありがとうよ。どういたしまして。無口なのかな。あ、いらっしゃい、フレイヤ。ねえ、さい、今そこに猫が。あ、マジで。え猫ちゃん来たわ。一緒に入ってきちゃった。落ち着いて、心配ない。や、かわいい猫ちゃん。何をお探しだい。ミルクはいるかな。え、ヤッホーマスト。めっちゃ可愛い。ミルクちょうだい。ぶったまげーって。何を、お化けでも見たような顔して。いや、っていうか、何？種族ですか？獣人系ってことですか？猫耳族。え？猫耳族の編集を見るのは久しぶりだったから。猫耳族？え？猫耳族ってっていう種族がいるの？なんか狂わない？なんかそんなマニアとかめっちゃいそうなんだけど、なんか生態系狂わない？人前じゃめったにやんないもんね。猫耳のお友達はあんまりいない系？多いとは言えないかな。君たちは猫の姿で通勤してるそうだけど。あ、そうなんや。それって本当かい？本当だよ。ま、猫の姿の方が何かと都合良さそう。その人間じゃなくて二足歩行形態で通勤するよりは。まあね。とにかく、まあ話を続ける前に、私のミルクプリーズ。はいはい。どういったミルク？ただのミルクで OK。 余計なものは一切なし？そう、ミルクだけ。OK。ミルクだけね。こうか。苦味全くなしと。ただのミルクです。温めてる？温めてもないね。笑顔がチャーミングなお嬢さんに捧げる新鮮なミルクだ。どうも。未成年の女の子を口説いてるわけ？ただ褒めただけだ。え、未成年かな。お褒めに賜り光栄なり。若そう。うわ、すっげえうまどういたしまして。こんな夜中にあなたみたいな子が何やってるの？私そんなに子供じゃないよ。もう十分大人だし、自分の面倒くらい自分で見れるもん。けど大人には見えないけど。私18だお若い喋り方ってこと？うん、それって子供ってこと。それもあなたとは違うけど。え、ガチ18かな。なんか長生きの種族とか出てきてるから、ようわからんくなるわ。私13歳の時から自分で稼いでるし。てなわけでもう子供じゃありません。稼いでてどうやって？知ってるはずだお。どうだろう。何ですか？え、待って、まさかあなたモデルとか？これがもし犯罪とか、あなたに危険が迫ったようなら2回瞬きして
お姉さんマジで言ってる？私みたいな可愛い子ちゃんが？当然。お姉さんテレビとか SNS ってやっぱ、ん？お姉さんテレビとか SNS ってあんまり見ないでしょ？ライターなのに？見ないのかな？拾ってると思われたくないけど。テレビとかほとんど見なくて。かっこつけ。やっぱモデルとかちゃうの？眩しくとも意識が高くてやつ？お姉さんは貧しくとも担当かな？だって何にも頼んでないし。お前コーヒー出すよ。彼女が商売豚なのは確かだよ。そう？私たまに思うんだ。この店って私が来なくてもやっていけるのかなって。何ち言ったらやってんの？お姉さん。さっさと注文しなよ。これってメイルカフェ化の実験かなんか？で、ご注文は？いつもので。はい。エスプレッソ。トリプルショットエスプレッソですね。はい。右のお姉さんは喋らないね。無口だね。お待たせ。いつものエスプレッソだ。エスプレッソだ。うん、いつもと同じくらい美味しい。気に入ってもらえてよかった。あ、ちょっと待って。どこかで見たかも。あ、アイドルなんや。あなたってもしやアイドルグループのメンバーのレイチェル・フロレンシアちゃん。最近スーパースマイルズを卒業してソロになったっていう。うんうん。ああ、そうなんや。ちゃんと知ってるじゃん、お姉さん。だったら、改めて聞くけど、ここで一体何やってるわけ？そやな、大丈夫？アイドルが一人歩きして。ミルク飲んでる。だから、猫の姿が都合がいいのかな。本当にミルク飲んでるだけだお。だけだお。この店ってどうして変人ばっか集まってくるわけ？まあ、変わったお客さんが多いのは確かだ。それでも有名なアイドルさんが当店にミルクを飲みに来たのは初めてかな。やったね、実績アンロック。トロフィーみたいなこと言ってる。いやいや、マジでさ、なんでここにいるわけ？なんか、出歩きたくなるんじゃないの、アイドルも。夜一人で。それはまあその、よくある若者の悩みっていうか、パパと喧嘩しちゃって、ああ、そうなんや。あ、そっか。けどあなたみたいなアイドルが、こんな夜中に一人で外出したって平気なの？私のことならご心配なく。猫にも変身できるし。うん、マジで心配になってきた。とにかく何があったの？私のパパと言い争いになっちゃって、私の仕事は気に入らないの。あ、そうなん。パパはずっと私の仕事を、はい、ネガティブに考えていて、けど私はこの仕事が好きで。お母さんはどう？あなたの仕事をどう思ってるの？え、今更？アイドルをやって卒業まで行ってんのに、まだ反対してんの？お父さん。ママは数年前に死んじゃった。あらら、ごめん、余計なこと聞いちゃって。大丈夫。お父さんは芸能界に詳しいの？数十年前まで中で働いてた。あ、そうなん。関係者。だから、うん、業界のことはちょっと知ってる。え、いらっしゃいませ。まだ来る？あ、巡査か。よさい。こんばんは。初めて会うお嬢さんたち。やば、めっちゃ多いな、今日は。昨日会ったばっかじゃん。ただの冗談だ、フレイヤ。はい。あれだね。生姜蜂蜜。はいはいはい。あ、レモン蜂蜜入りの抹茶を一杯？何それ？え？抹茶でしょ？レモンと蜂蜜？え、こんなあんの？結構苦味あるな。はい。はい、どうぞ。これなんやろな、名前。特製の一杯はどうぞ。どれどれ、こいつはなんだ？
当店特製の咳止めシロップです。ね、なんていう飲み物なんだ。咳止めシロップかな。ねえ、それそりゃそうだ。でも香りに負けない味かどうか試させてもらうぜ。うん、こいつはうめえや。あ、そうなんや。え、マジであんのかな、この飲み物。で、調子はどうです？パトロール中何も変わったことは？そうそう。なんか面白いことなかった？そういや、今日勤務中に恐ろしいものを見た。何ですか？あれを目にした瞬間、血の気が引いたぜ。俺の給料よ。ああ、給料？そうさ、今日は給料日でな。あ、そうなんや。で、勤務中に ATM をチェックした。はいはい。恐ろしい光景だったぜ。そいつと労働組合のデモを除けば、まあ、特に問題はねえよ。これのどこが問題ないって？若い人気アイドルが一人で外をほっつき歩いたのに。この街が安全ってことじゃねえか。ジョルジジュンさんは知ってたんかな？よ。はい。飲み物と場所をどうも。そうそう、帰るわ。え、そうなん？喋ってかない？無口だね。楽しいひとときを過ごせたかな？おうよ。え、何族だろうね。なんだろう。ドラゴン系、違うか。ドラゴン系の、なんかトカゲ系、ドラゴン系かな？と思ったけどね。ここはカフェだぜ。別段珍しい光景じゃねえ。お前さんだっていつもこの店で何か書いてんだしよ。確かにそうだ。で、どこまで話したか。あの人また来てくれるかな。無口なほど気になるわ。ここで何やってんだい、お嬢さん。もう夜は遅いぜ。他に行くところがなくって。それにこの店居心地が良さそうだし。そうか。つまりお前さんはバーへ行きたかったが、未成年だから無理ってわけだ。どうしてわかったの？パパさんって人の心が読めるわけ？え、シアトルも、成人ってあれな、二十歳なんかな。同じ年頃の娘がいんのか、いんのさ。あいつらの鼻の中を読むのは難しくね。毎日あいつらとやり合ってりゃな。お前さんがこの店にいる理由は知らねえが、何も心配することはねえ。こうしてる間に嫌なこと全部忘れちまうさ。ちょっとあなたって警察官じゃん。他人の娘の面倒を見るのは彼の仕事じゃないよ。ないよ。けど警察官じゃん。警察官ならそうすべきじゃん。落ち着けフレイヤ。そこ封鎖になって。そうだよ。こちらの警察官様のおかげで、すでにめっちゃ安心できてるし。君もご存知のはずだぞ、フレイヤ。この店はとても安全なんだ。ですよね、ジョルジ巡査。この街でここより安全な場所はねえさ。おっと、今のお墨付きは割引サービスとセットだぜ。何その薄い文字。なんだよ、そんな目で見るなっての。あなたって警察官でしょ、パパさん。だったららしく振る舞って。町の安全を守るため犯罪には立ち向かうけどよ、人様の娘のお悩みなんて俺の手には負えねえや。なわけない。あなたも父親じゃん。まあな。皆さん、全部聞こえてますけど、小声のつもりだったんかな。本当か？メロフレイヤー、この子耳がいい。猫やからね。自分の身だって守れるわけさ。とにかくお嬢さん。レイチェルよ。レイチェル、今日はなんでこの店？他の人にはもう言ったけど、パパと喧嘩しちゃって。ああ、解決してくんじゃない？巡査が。ははは。今って笑うとこ？俺は毎日娘と喧嘩してるもんでな。ちょっとそういうこと言う？まあ本当のことだからな。
ガキどもとは喧嘩しばかりだ。よくある話さ。つかよ、喧嘩が終わった後はもっと仲が良くなるもんだ。へえ。喧嘩が落ち着いた頃にゃん。俺はガキどもについて何かを学び、ガキどもは俺について何かを学んでる。ああ、それはあるかもな。問題をなあなあに終わらせねえ限り、状況は前より良くなるもんさ。ああ、そうだね。ああ、こういうことを考えているのだな、と分かれば、ちょっと進むかもね。けどほんと毎日なの。今夜の喧嘩だって、もうまたですかって感じで。前はあんなパパじゃなかった。ああ、そうな。あんなことが起きる前は。あなたがソロになる前ってこと？ママが死んじゃう前は、喧嘩の後はどうなる？何も。どっちもそのことには触れないし、次の喧嘩が始まるまでは、問題をやむやにするっていうのは危険だぜ。確かに簡単なことじゃねえが、お互いもっと理解しなきゃいけねえ。認めるのは気が引けるけどよ。争いっていうのは相手を理解するのにうってつけなんだ。これが自分の家族であってもな。え、めっちゃええことなんか言い出した。けどママが生きてた頃はこんな風に騒ぎにならなかったもん。ならなかったもん。ママだけが私を理解してくれてた。んで、ママはパパのこともよくわかってた。ああ、ママはそういう人だったんだろうね。多分パパとママもこういった喧嘩をしてたのさ。んで、ママがお前さんたちの仲を取り守ってたんだ。それって、そうかも。そうだね。けどそのまま死んじゃった。私を守ってくれる人は。そしてパパは最高のパイプ役を失った。ちょい待ち。こうした喧嘩はしょっちゅうなんだろう？けどよ、なんで今回は家を出てきた？うちの娘はやったことねえぜ。いや、それって俺がいつも家を出ていくからか。仕事にかこつけてよ。その線が濃そうだ。ああ、何度もこの店に逃げ込んだよ。けどまあしつこく言うようだが、パパとの問題はちゃんと解決しねえとよ。しねえとよ。どういった関係にも言えることだが。問題ほったらかしとくのは危険なことさ。あなたの苦しみはちょっとわかるよ、レイチェル。私も昔はよく家出したし。家出してそう。今は両親ともうまくやってる？いつからそうなったの？どうやって？正直自分でもよくわかんない。気づいたらそうなってた。もっと遠くまで逃げようかな。だってさ、私は自分で稼げてるし、パパに養ってもらう必要もない。それってどうだろう。いや、違うぞ。養うだけがパパの役割じゃないからな。なんで？私は大人だよ。大人は普通私は大人とか言わないし。ちょいと一人で考えてみな、レイチェル。ああ、それは必要かもね。パパの立場に立って考えてみるんだ。この問題はきっと解決できる。二人の大人としてな。結論を急ぐことはね。ああ。ジョリジュンさはめっちゃいいことを言うな。結論を急ぐ必要はないけど、問題を先延ばしにするのはまあ危険なことだと。どうだろう。とにかく焦らねえこった。今のところは。さ、お前さんは家に帰んな。本当に夜遅いしな。ああ、心配してると思うで。俺も家へ帰るからよ。ついでに車で送ってやる。けど、今すぐパパと話し合うことはねえさ。まっすぐ部屋へ戻っちまいな。娘が家にいるってわかりゃ少なくともパパは安心できるし、もっと冷静に考えられる。そうだね。今はもうパパは、どこにいるんやろ？やばい。どこ行ったんやろ？ばっか考えてると思う。その喧嘩の問題についてじゃなくて。そうだね。まるで本物の警察官じゃん、ジョルジー。そりゃそうさ。で、家はどこだい、レイチェル？猫タウンの西側？めっちゃ良さそう、そこ。天国やん。そいつは遠いな。あ、そうなんや。家まで送ってってくれるんでしょ？
パパさん、あ、もちろんだ。あんたも乗ってくか、レイヤさん。うん、私は大丈夫。チャリだから。あ、そうなんや。いいのか？うん、バッチリ。んじゃ、行くぜ。ありがとう、サイトフレイヤ。いいえ。気をつけてお帰りよ。いや、マジな。早く帰ってあげた方がいいわ。絶対心配してるから。この友達ルちょっと見ていい？増えた？え？マジか。え、スーパーモデルじゃん。ビーガン吸血鬼、プロのモデル、仕事の依頼は担当のアリス様で、だと。うわぁ、マジかー、モデルかー。なんかさ、なんか投資家とかそういう感じかと思ってた。うわ、めっちゃいいやん。やっぱそういう、美しい系の種族ってやな。やっぱモデルとかやんのかな。はい、レイチェル。歌手、ダンサー、モデル兼、近所の可愛い女の子。いいですね。ガラマジ。性格出てるわ。真っ白だわ、説明欄が。はいはい。ケミ焼きにせず残っていい。うん、やめとく。私も今日はお開きにしよっと。え、そうなん？ちなみに執筆の方は？光が見えてきたかも。あ、よかった。よかったね。やることはたんまりあるけどね。締め切りギリギリになりそう。こんなんで書き終えれるかな。いっそ打ち明けてしまっては。出版契約の件をボスに話すんだ。分かってくれるかもしれないぞ。うん、それがいいと思うけどな。すごいわフレイヤ。さ、このお金受け取って、休暇を取って本を仕上げちゃって。な展開ありえないし、出来のいい社員ってわけじゃないもん。まあ、出来は良くなくても関係性が出来上がっていれば大丈夫だと思うけど、やってみなきゃわからんさ。まあね、逆に息の根を止められちゃって怖え。あー、プレッシャーやば。けど一つだけ確かなのは、このカフェが物語の保護だってこと。あー、まあそうやな。いろんな人来るわマジで。だからうん、多分明日もまた来る。いつでも扉を開けておくよ。あはは、どうせ開いてるし。うん、それじゃまた気をつけて帰るんだぞ。うん、気をつけてね。ああ、終わりか、3日目。なんか今日は短く感じたな。はい、3日目の営業を終えました。なんか新しい種族がバンバン来だしたな。あの一番右の方の種族はね、分からなかったけど、無口だったから。また来てくれようかな、あんな感じだったらね。で、猫耳族だって。めっちゃ可愛かったね。あんな種族いるとさ、マジで狂っちゃうじゃん。なんか、ガチで誘拐されまくってそう。なんか、猫耳族のさ、子供とかやばくね？みんなビジュアルでさ、売れそうだよね。まあでもさすがにそういうのでアイドルとかもやるけど、危険もやっぱりあるだろうから、パパが心配しているという悩みを持った女の子だったね。で、ジョルジジュンさんがパパという立場からいい感じのアドバイスをする。はい、今日ものんびりとした良い営業でした。じゃあまた機会があればね、やろうと思います。じゃあ今日もありがとうございました。